はい、どうも、メデオです。今回ですけれども、昼間ですね、先行とか速報ということで、まあ、新ツムなんじゃないかっていうところで、まあ、速報の動画出したと思うんですけども、そこからですね、いろんな情報が、まあ、集まってですね、ツイステコラボがほぼ確定しました。はい。ということで、まあ、いろんな情報を、まあ、かき集めてですね、そちらを、皆さんにね、展開していきたいと思います。で、まあ、この緑色の炎の演出が、まあ、間違いなくマレフィセントの炎というところは、まあ、昼間の動画でね、お話ししたと思うんですけども、このチェック柄の、ところ、はい、のロゴですね、が、まあ、気になるところだと思うんですけども、こことのね、関連性っていうのも、まあ、結構ありまして、まずは、そこの関連性で言うとですね、ツイステッド、ワンダーランドだ。はい。で、そこをね、画像で調べるとですね、これ、ツイステッチ、たまごっちのツイステバージョンがあるんですけど、この背景の、チェック柄と全く同じなんですよね。色合いも。これはもう確定じゃねというところ、根拠、まず一つですね。はい。で、まあ、他にもね、こんな感じで、こういうチェック柄の、まあ、商品とか、まあ、ゲーム内の、演出なんかわからないですけど、そういうのが、結構来てるらしくて、こういうね、チェック柄の商品とかもかなりあるということで、これはもうここだけ見てもほぼほぼ確定かなというところですね。はい。で、まあ他にもね、いろいろあるんですけども、一つね、まあディズニー、これもうすぐ登場っていう、まあ先ほど動画見ていただいたと思うんですけども、 LINE の方にも届いてたじゃないですか。で、あそこの、動画、なんだろう。あそこのページに行く前の、なんだろう。リストって言えばいいかな。あそこに動画が投稿みたいな感じで出てるんじゃなくて、その動画のタイトルみたいなのが出てて、そこに、さあ、目覚めの時だという文言が入ってるんですよ。そこからもですね、このツイステコラボがほぼほぼ確定っていうのが、わかっているみたいで、まあそれがですね、つむつむツイステっていう検索をするとですね、まあこういう、記事が出てくるんですけども、はい。これですね。ここが LINE の、そう、さあ目覚めの時だっていうところなんですけども、ここのですね、この言葉が、文言がですね、この登場してくる、このマレフィセントの衣装をして、着ている生徒がですね、このマレウス・ドラコニアという、ところになるんですけども、まあ、そのセリフを言ってるのがこのお方というところらしいです。はい。で、これはね、まあ、ゲーム8、自分が所属しているゲーム8の方にも、まあ、同じような記載があるんですけども、こちらもね、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。まあ、新ツム予想っていうのも あるんですけど、ちょっと自分ツイステについてあまり詳しくないんですけども、このゲーム8はツイステの多分攻略のサイトもあると思うので、そこもね含めて、新ツム予想もしてると思うので、結構正確なのかなと。で、ツイステとコラボがっていうところの根拠もですね、いろんなのが、まあ、いろいろこう記載してありますので、まあ、今回自分は取り込まないので、まあ、ぜひこちらも参考程度に見ていただきたいなと思います。はい。ってな感じでございます。はい。他は、なんだっけかな。そうですね。こんな感じです。で、ツイステっていうと、やっぱりボイスがあれじゃないですか。自分、チュートリアルはやったことあるんですよ。で、自分、マレフィセントを選んでるんで、はい。これね、きっとボイス付きになると思います。で、これは、今後復活しない可能性も一応秘めてるのかなと。まあでも、ツイステと今後定期的にコラボとかがあれば、キングダムハーツみたいに、
まあ、また復活する可能性もあると思うんですけども、まあ、マーベルはちょっとマベツムの権利っていうのがあるので、まあ、あれが二度と復活しないっていうのがあったかもしれないけど、ツイステどうなるかっすね。でワンチャンそこの二度と復活しないになる可能性もあるので、ちょっとコイン貯めないといけないっすね。俺サブアカちょっとやばいんで、今日の夜はサブアカもちょっと頑張りたいなと思います。はい、皆さんライブの方もぜひ遊びに来てください。でもう一個、これツムツムの方ですね、ぬいぐるみがもうすでにツイステのやつ販売されております。こちら今年の3月18日に先行販売開始してるらしくてですね、まあ、これも自分全然詳しくないんです。これがマレフィセントのやつですよね。これね、各ヴィランズをモチーフにしておりまして、そう、スカーとかハートの女王とかいろいろあるんですけども、まあ、それの、まあ、生徒たちがこういろいろいると。でこの方はなんかいるんですよね。なんかぷよぷよでいうカーバンクルみたいな、そんな役割を秘めている、まあ、キャラクターなんですけど、このキャラクターもなんだかんだ来るんじゃないかなと。生徒だけじゃなくて多分このキャラクターも来るんじゃないかなと。なんならこのキャラクター報酬積みで来てくれたら嬉しいかなと。っていうかツイステ月間になるんで あるのであれば、ちょっとイベントもちょっと楽しみだなってもう思っちゃっております、勝手に。はい、すいません。はい、そんな感じで、もうツイステコラボがほぼ隠したということで、しかもかつですね、このマレフィセントがもうほぼ隠してるんで、これきっとマレ系のあのスキルがまたちょっと特殊な形で登場すると思うので、また楽しみでございますね。で先月は今月か、第2弾でジャマレ復活するんじゃないかって、そろそろジャマレ復活するんじゃないかって予想してたと思うんですけども、完全に9月これジャマレ復活しそうじゃねっていうね。まあ、やっぱりなんだかんだジャマレ近々復活するんじゃねっていうのは、まあ、当たってたかなという感じで、いやー楽しみですね。9月も楽しみだ。8月ね、まあいろいろ激発月間だったんですけど、楽しみですね。はい、てな感じで、以上がいろいろ情報を集めた結果でございます。まあちょっとね、速報てか、まあ、速報、まあ仕事でマッハで帰ってきてね、速報でまあ動画撮っているんですけども、まあちょっとノー編集になりますが、ご了承ください。はい、そんな感じで今回はこれで動画終わりたいと思います。またね、多分ね、こういう予告が出てくるっていうことは、まあ公式から新ツムのまあ情報、スキル映像とかもおそらく出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ出次第ですね、また、展開していきたいなと思いますので、お楽しみにしていてください。そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日